本日はお盆であり、ありがとうご参加者、皆様にお集めいただき、厚労省令をお願いします。この度、誠に遺憾ながら、党のご説明におきまして、国民による国民の横領事件が発生をいたしました。信用を大事とする金融機関でありながら、このような不祥事件を発生させましたことに対し、厚く反省し、お詫びを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。別の担当の顧客からも、使用によらない出金等がございましたので、本人に8月1日、本人に確認したところ、発覚したということでございます。内藤生活みたいな感じのところは、当然、自分でパソコンで間違えちゃう。それは絶対です。